ディアム・ジェームズ・ロシニアは、イングランド・ワンズワース出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは DF。2001から02シーズンにサンブリーグのブリストルシティ、FC でデビュー。2003年夏の契約満了に伴いフラム、FC への入団を主張したが、ブリストルシティ側は移籍は無効だとして、訴訟を起こした。結局フラム FC 側が、和解金を支払うことで決着し、 2003年11月に正式に契約を交わした。ブリストルシティ時代は攻撃的ミッドフィールダーだったが、フラムのクリス・コールマン監督はスティーブ・フィナンの遺跡により手薄となった右サイドバックにコンバートされる。1年以上リザーブチームで修行を積み、2004年9月のカーリングカップボストンユナイテッド FC 戦でトップチームデビューを果たした。 さらにプレミアリーグ公式戦デビューとなった同年12月のマンチェスターユナイテッド FC 戦では対面のクリスティアーノ・ロナウドを完封しマン・オブ・ザ・マッチに選出された同年代同ポジションの有望株であるモリッツ・ホルツとポジションを争い2005から06シーズンにはホルツをベンチに追いやることも多くレギュラー争いで一歩前に出る2006年夏にはクラブと 新たに4年の長期契約を交わした。2007年8月、移籍期限最終日に、節限と入れ替わる形で、レディング FC への移籍が決定した。契約期間は3年間となる。2009から10シーズン限りで、レディングを去りフリーとなるが、2010年10月29日に、ハルシティ AFC へ加入する。2012から13シーズンには、 スティーブ・ブルース監督の元クラブのプレミアリーグ昇格に貢献。シーズン終了後には契約を2年間延長した。2014から15シーズンの結果クラブは降格が決定し自身も放出された。2015から16シーズンよりチャンピオンシップのブライトンホーブ・アルビオン FC と3年契約を締結した。2016から17シーズンには クラブのプレミアリーグ昇格を経験した。2017から18シーズン終了に、伴いクラブとの契約が満了し、現役引退を表明した。引退後は、クラブの U-23 部門で、アシスタントコーチに就任するとともに、スカイスポーツのコメンテーターを務めている。2005年には、イングランド U-21 代表に選出され、トゥーロン国際大会で、 レギュラーとしてプレーした。サイドバックとしてのキャリアは短いものの、集中力の高さを生かした粘り強いマーキングへの評価は高く、また利き足とは逆サイドの左サイドバックでもプレーレベルが落ちない。ジップは1980年代にフラム FC で FW として活躍したリロイロシニアー。4部リーグ。 当ーユナイテッド FC の監督をリロイが務めていた2004年3月、リアムを短期レンタルで獲得したこともある。ありがとうございます。